シネマアートオンラインをご覧の皆様、松田里真です。2018年7月21日公開、スティルライフオブメモリーズについてなのですが、こちらは生きるということをすごく強く感じられる作品だと思います。もう今世の中はすごい便利になっていると思うんですけれども、もちろんそれにもいい面があると思うんですが、やっぱり人間としての本能的に生きることっていうのを今一度原点に帰って強く感じられる作品だと思います。もうたくさんの方に見ていただけたら嬉しいんですけれども、もう本当にそれぞれの捉え方ができる作品だと思うので、捉え方に正解も不正解もないので、もう自由に見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。